第7章「驚くべき真実を示す千島学説」第1説「千島学説」とは千島木久氏は明治32年西暦1899年岐阜県吉木郡上宝村に生まれました岐阜大学農学部の教授となり千島学説と言われる生物学上の新説を唱えましたが正統的な医学や生物学の学会からは「 異端の学説として認められませんでしたしたかし、千島学説が東洋医学の原理とよく一致していることは、多くの人々が認めており、一部の東洋医学者や民間療法を行う人々の間では、千島菊久の名はよく知られています。その後、森下圭一氏が千島学説を支持し、裏付けとなる実験や研究発表を多く行いましたが、 残念ながら学会には受け入れられませんでした。森下氏は、玄米菜食療法で、がんをはじめとする多くの難病の治療を行い、ある程度の成果を上げています。千島菊男博士の研究は、多方面に及び、現代生物学の基本的概念を完全にひっくり返して、全て塗り替えるような、驚くべき内容を多く含んでいます。このため、 チシマ学説について述べても、はめは理解しにくいと思うので、チシマ学説と対立する現代生物学の常識とされている間違った規制概念について述べてみます。A 血液は骨髄で作られる。骨髄造血説 B がんは、細胞の突然変異が原因であり、がん細胞は細胞分裂によって増殖する。C 赤血球は、 酸素運搬のためだけに特別に分化した細胞で核がないのは高度に分化したせいである T ウイルス細菌などすべての生物はその親から生まれ自然に発生することはない生命自然発生説の否定い、e、生物の進化は突然変異により偶然できた形質の中で環境に適した形質を持った生物だけが 弱肉強食、優勝劣敗の生存競争で生き残ることにより起こったダーウィンの進化論。これらの学説は、現代医学生物学の基本的定説となっており、これらの定説に異議を唱えることは、学会からは異端の落印を押され、場合によっては研究発表の道を閉ざされることを意味します。しかし、千島学説は、 これらの定定説を全部否定しています。物理学の法則は数学的な表現が可能で実験的な証明が比較的容易ですが生物学上の法則は不確定要素が多く実験的証明にも困難が伴いますこのため千島学説も完全には証明が困難な部分もありますしかし完全に証明されていないという点では 現代の医学生物学の定説も同じでその根拠はといえば非常に曖昧なのです。